アナキズム、アナキズム、アナーキズム、無政府主義は、規制の国家や権威の存在を望ましくない、必要でない、有害であると考え、調和的な社会結合を目指す政治思想。アナキーの語源は古代ギリシア語で支配するもののないを意味する。アナキズムの主張者を、アナキスト、アナーキスト、無政府主義者と呼ぶ。アナキズムは人間関係の行いにおいて、 権力や権威を減少させ、さらには廃止させようとする。多くのアナキストは、アナキズムに定義を追加することに反対している。は、すべてのアナキストが持つ、単一に定義された立場は存在せず、彼らは、アナキストというものは良くて、家族的類似性を持つに過ぎないと考えているとしている。アナキズムには、多数の種類や伝統があり、すべてが、相互に、 排他的といい。うわけではないアナキズムの潮流は社会的無政府主義と個人主義的無政府主義の二つの分類、類似のものも含むに大別される。アナキズムはしばしば極左とみなされ、矢の多くは共産主義や集産主義や三与型経済にを反映させる。これらは社会的無政府主義とも呼ばれる。しかし他方ではアナキズムは常に個人主義、 または自由主義の潮流を含み、市場経済や、自由財産、あるいは道徳的に理解されたなどを支持する。現在でも、ピエール・ジョゼフ・プルードンなどの個人主義的アナキストは、社会主義者でもあるとされる。その他にも、パナーキズムやなどは、強制されない限りあらゆる種類の組織形態を支持も、反対もしない。根本的な相違として、は、 完全な集参主義に対しては極端な個人主義を支持する。アナキスト学派運動の中心的な傾向は個人主義的アナキズムと無政府共産主義の表現である。一部のアナキストはアナキストの社会への手段として暴力革命やテロリズムを支持するが他のアナキストは根本的にで自営または非暴力を主張する。アナキズムという語は 支配がないからの派生語で、がないを意味する、窃盗時、と、政府や、統治や権力を意味する、と、思想や主義を表す、から構成される。アナキズムは、国家を含む、権力装置を持たないという思想や、主義の総称である。最小国家主義とは異なる。日本語では、通常、無政府主義と訳されるが、無秩序を求める思想ではない。また、 アナルコサンディカリスムなどの窃盗詞のアナルコもアナキズムと同義である。アナキズムと自由主義やリバタリアニズムなどの用語の使い分けは時代によっても変化している。1890年代のフランス以降ではアナキズムとリバタリアニズムはほぼ同義語としても使用され、1950年代のアメリカ以外でも同義語として使われ続けている。このため、 個人主義リバタリアニズムや個人主義アナキズムなど自由史上を重視する自由史上アナキズムやリバタリアンアナキズムなどの用語も使用されている。他方では社会的構成を重視するリバタリアン社会主義や社会主義アナキズムなどの用語も使用されている。アナキズムの理念的ルーツは古く、個々のあるいは特定の思想家の信念や思想として生まれたものではなく、 自由を求める歴史の中から、いわば精神の自然史というような形で生成してきたものが、それを自覚した近代のアナキズムは、19世紀、フランスのプルードンの思想に始まる。続いて第一インターナショナルでは、プロレタリア独裁を唱える権威派のカール・マルクスと、権力の集中を批判し、アナキズムを主張する、反権威派のミハイル・バクーニンが論争を行った。また、 インターナショナルの運営においてもマルクスは総務委員会の権限強化を主張し、それに対してバクーニンは諸支部の連合を主張し、対立した。総務委員会のポストにあったマルクスは、暴力的にバクーニンとバクーニンを支持するインターの各支部を除名し、第一インターナショナルを解体する。バクーニンはアナキストによるインターを作った。 第一インターの強力な支部を形成したイタリアは、バ爆ニ人の影響を強く受けた、などの指導により、アナキズムが強力に根付いた。ロシアにおいては、ロシア革命、10月革命後の共産主義政権の独裁に反旗を翻して放棄した、クロンシュタット軍港の水兵たちの運動の存在が大きい。モスクワやペテルスブルクなどの都市部においてもアナキストは、 共産党の独裁に対する反対勢力として、社会革命党左派、SL 左派とも連携し、非合法も含む様々な活動を展開している。ウクライナにおいてはロシア革命下の混乱期に、ネストルマフの率いるマフの運動が、ウクライナ革命放棄軍、黒軍を結成し、白軍を撃退して1918年から1921年にかけて、 ウクライナ南西部に自由地区と呼ばれるコミュームを打ち立てたが赤軍によって壊滅させられた。スペインもまたバクーニン以来アナキズムの根強い地域であり二十世紀前半のスペイン内戦においてアナルコサンディカリズムを主張するローソはフランコと対峙する人民戦線側では最大勢力を誇り各地で革命を起こしバルセロナ市などでは都市全体を労働者が 自主管理する自治が行われ、農村でも地主を追放した後の農地で農民による集参加による共同管理が行われ、また人民戦線政府の閣僚となったに対して革命的アナキズムの路線を貫いたや革命とフランコとの戦争の二者択一のアポリアに対して革命戦争の方向を提示したドゥルティの友の活動も喚起してはなるまい。内戦前期のスペインは 近代以降の社会でアナキズム革命を一定の期間具現化した唯一の事例とも言える。19世紀末から20世紀前半にヨーロッパを中心にしてアナキストによる力ことごとくの体制排除を目的とした暗殺事件が世界中で多発した。当時の世界情勢は概ね帝国主義化しており、中には反帝国主義から事件を起こしたアナキストもいたと、 思われるが、しかし実際には、効果が上がらず、第一次世界大戦以降のアナキズムは、アナルコサンディカリズムとし勢力的に展開され、上述のように、スペイン革命においては、革命の中心的勢力となる。しかし、スペインアナキズムの主流だったが革命権力の問題を解決できず、それがその後のアナキズムの交代の始まりとなった。政治思想としては、 一般に左翼と呼ばれる。しかし、その内容は多様であり、一個の思想というより、複数の思想の総称と言える。例えば歴史上のアナキズムの古典とされるプルードン、バクーニン、クロポトキンの三人においてさえ、思想は全く異質である。資本主義のシステムを批判した、プルードンのアナキズム、プルードン主義、無政府連合主義は、フランス流の合理的思考の影響を引きずり、 革命の運動論と組織論を展開した、バクーニンのアナズム、バクーニン主義、無政府中産主義は、ヘーゲル左派的なヘーゲル主義の色彩を色濃く残し、相互扶助による社会を構想した、クロポトキンのアナキズム、クロポトキン主義、無政府共産主義は徹底して、反ヘーゲル的である。彼らに共通するのは、思想内容よりも、自由を強固に求めるというアナキズム的傾向である。 マルクスはプロレタリア独裁の立場からプルードンを根強くひどく批判し、またバクーニンとは第一インターナショナルにおいて激しく論争した。そのためバクーニン以後のアナキストは自らを反権威主義者と位置づけ、マルクスを権威主義者として批判し、マルクス主義者は第二インターナショナルにおいてアナキズムを敵視した。このため伝統的なアナキズム思想史やマルクス主義、 思想史ではマルクスはアナキズムと敵対的とみなされ、資本論などでも無政府性は批判的に使われている。しかしマルクスもまた国家についての究極的立場は国家の死滅であり、その意味ではマルクスの思想もまたアナキズムだとも言える。さらにマルクス以前のやはり権威主義的傾向とされるブランキもまた到達すべき社会は規則ある、無政府であるという。 これは無秩序としての無政府ではなく、固有の秩序を持つ無政府のことであり、それを求めるブランキもまたアナキストの側面がある。また多くのアナキストは、プロレタリア独裁を根拠に、共産党の一党独裁制を行い国家主義の強いマルクス・レーニン主義を国家社会主義とも呼んだ。これに対して、マルクス・レーニン主義者、特にコミンテルンなどのスターリン主義者は、アナキストを、 統一的な理論や戦略を持たない、無責任な極左冒険主義、あるいはコミンテルンを批判し、利的行為を行っているとして裏切り者と呼ぶこともあった。アナキズムは思想体系というよりも思想傾向ということから、アナキズム以外の思想にも様々な影響を及ぼしているが、最も有名なのは、を確立したフランスの思想家であり、ファシズムにも影響力を持った。 暴力論の著者であるジョルジュ・ソレルだろう。ソレルの影響を強く受けた思想家バルター・ベンヤミンの暴力批判論もアナキズムの一例である。これらの社会主義的傾向のアナキズムに対して個人主義的傾向のアナキズムがあり、その代表としてヘーゲル左派の出身でヘーゲルの絶対精神を自我の所有するものと捉え、独画論的なまでに 事故の絶対自由性にこだわったマックス・シュティルナーがいる。通常、アナキズムは、マルクスの共産主義よりも、左に位置する、極左的思想と見られている。しかし、プルードンから、マラテスタや、ヨハン・モスト、エイリヒ・ミューザムまで、左翼や極左としてのアナキストは有名だが、いわゆる、右に位置づけられる人々にも、精神形態から見れば、アナキスト的傾向が存在する。 例えば、保守革命のアナキストと言われる後期のエルンスト・ユンガーやフライコールに参加しコンスルの一員でもあったプロイセン的アナキストと言われたエルンストン・ザロモンがいる。アメリカのリバタリアニズムやアナルコ・キャピタリズム、日本のゴンドウ政経・セーケ立花のコーザブローラも同様の事例である。アメリカ合衆国ではリバタリアニズムが保守本流である。 政府の介入を拒むという意味ではアナキズムに近いが、チョムスキーのようなアナルコサンディカリストとはもちろん、正反対の思想といてよく、議論が続いている。また、リバタリアニズムを徹底的に推し進め、政府のない自律的な自由競争市場を理想とする、資本主義的な無政府主義思想として、アナルコキャピタリズムがある。アナルコキャピタリストの中には、元トロツキストも多い。 アメリカ合衆国では、米ソ冷戦後一部で台頭し、社会主義的なアナキストとアナルコキャピタリズムの支持者との間で、激しい論争が起こった。日本では、先駆的に、江戸時代後期の安藤昭液が、アナキズム的な発想で思想を展開したが、近代思想としてのアナキズムの影響ということで言えば、高徳修水がいる。修水は、クロポトキンの影響を受けたが、 高徳事件、大逆事件の一つで死刑となった。大正時代に入り、ロシア革命が起こると、大杉久氏の主張する、労働組合を基盤としたアナルコサンディカリムが、一定数の支持を得て、マルクス主義者、ボリシェビッキとの間にアナボル論争と呼ばれる論争が行われたが、大杉は、関東大震災後の混乱の中、殺害された、甘かす事件。大杉の死後、 主導的人物を失ったアナキズム運動は、個人的な活動から組織的、社会的な運動となっていく。まず、八田船さんに代表される純正アナキズム、アナルコサンジュカリズムは、サンジカリズムの影響を受けており不純なアナキズムで、あると批判するが、盛んになり、その後は、アナキズムとしては、異例の強固な、党的思考を持った、無政府共産党や、全国的な農民運動として、 歴史的には、ノーアオイズムと呼ばれた革命的地理区画を全国に、樹立した具体的で実践的なノーソン青年者の運動が登場する。ゴンドウ聖景、立花のコーザブローラの彫刻家主義、ノー本主義運動らにもアナキズムは影響を与えた。詩人の金子光春や日本のダダイスムもアナキズムに影響を受けており、その作品のいくつかはアナキズムを歌っている。 太平洋戦争敗戦後のアナキストはむしろ、プルードンの立場に近く、実力での資本主義制度を打倒よりも、地域コミュニティ再建の実現を目指していた。戦後のアナキズムは、アナルコサンディカリズム系の日本アナキスト連盟と、純正アナキズム系の日本アナキストクラブが、啓蒙的活動を続けていたが、ほとんど影響力はなく、アナキズムは、死んだに等しいとみなされていた。 そのようなアナキズムが蘇ったのは1968年から1970年にかけての全国的な学園闘争においてである。学園闘争の中心となった全学共闘会議、全共闘の多くはノンセクトであり、日大全共闘芸術学部闘争委員会、後期などのように旗やヘルメットを黒色とする組織も多く、またその組織形態も、 アナキズムに多い自由な表議会的なものであったことから、アナキズムへの関心が芽生えることになった。東京のアナキストは、連盟の後継の要素を引きずり、学習会的、サロン的色彩を払拭できず、無儀者、それ以外もテロリスト的な小結社主義、東京業戦線、廃藩者の意見を出なかったが、関西、大阪のアナキストは、小組織、小グループの傾向を離脱して、 アナキスト革命連合 ARF アナガワ連というアナキスト分都とあだ名された統一式を形成し各大学や地域において強力な運動を展開した関西の主要大学にはアナキスト連合の組織や支部が形成されキャンパスにはアナキストの国旗が翻り一部では完全にマルクス主義者を凌駕していた1974年から1975年に かけて連続企業爆破事件を起こした東アジア反日武装戦線はアナキズム傾向がある組織だった。戦後のアナキストとしては詩人の秋山清や後に右翼の立場性を鮮明にする評論家大沢正道らがおり啓蒙的著述を続けていたがその後向井隆氏は自身のミニコミ誌で非暴力直接行動論を年陸持論としフランスにいた 尾関博ひは、ダニエル・ゲランの翻訳を行った。また、アナキスト革命連合の活動家だった、千坂教授は、状況や映画批評誌などで、馬空人の思想をベースに、文都的なキズムを、精力的に展開し、大島秀三郎は、黒色戦線者を設立し、八田船さんの、純正アナキズムの普及に努めた。作家の石川敦ハや萩谷ケシだか、 俳優の天本秀夫などがアナキズムに強い関心を示すとともに映画評論家で映画批評編集長の松田正夫はアナキズムの立場を明確にしていた。また現在では佐藤優や福田和也らがアナキズムに言及している。1999年のシアトルでの国際サミット以降の反グローバリゼーション、反グローバル資本主義運動には アナキズムとの思想的類似性が見られる。また、メキシコのナフタ体制により悲惨な生活状況を送っていた先住民が多く住むチアパスにてアナキズム的傾向を帯びたサパティスタ民族解放軍がメキシコ政府に反乱を起こし話題になった。このような例に見られるように地域主義、地域共同体を支える立場としてのパトリオティズム、愛嬌主義とアナキストの考える。 中間集団主義は共に同じローカルな自律的相互扶助に基づく文献再配分を行う共同体という意味で同じであるがアナキストは国家や国境の廃絶を願うものとして基本的に反パトリオットである。歴史的にもアナキストはパトリオットと常に戦っていた。またオーストラリアの反捕鯨運動もアナキズムの流れを組む。ドイツでは近年 政府だけではなくあらゆる労働をも否定する保護無政府主義が提唱され、1981年にはドイツ無政府主義保護党が決闘されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。